赤ピクミンは気に強い。青ピクミンは溺れない。かわいい。G ピクミンは高く飛ぶ。ピッカー。紫ピクミン白ピクミンには毒がある。個性がいろいろ生きているよ。はーい、クズピクミンです。私のチャンネルはね、かれこれ20年近くピクミンをメインで投稿してきました。ついに来ましたね、ピクミン4。まあやっていくわけなんですが、はっきり言います、うますぎてチャッピーたちがかわいそうなんで、軽く縛りつけたいなって思います。その名もピクミン1匹でも死んだら即終了実況プレイ。イエーイ。つまり投稿されたであろうこの動画の時間が私が生きた時間であります。ほんまにごめん、おそらく12時間ぐらい超えてるでしょ、余裕で。そう、ラスボストーマスまで、まあ、誰も死なずに行ってまうんで、ごめん、ネタバレしてしまう、何度も謝る、ほんまにごめん。それでは人類最速無殺ピクミン4クリア動画をどうぞ。え、この人はキャプテンオリマー。おめえまだ主人公してたんだ。ウィントウィントゲロヌルドドルピン。へえ、20年ぶりやね、オリマーなんて。みんな、あ、俺ごめん、スリーしないね、ごめんな、嘘ついた。今ラストドルマストソン、未知の星に墜落して救助されるまでの話である。なんかね、体験版プレイしてる人は多分ここを見たんじゃないかな。なんか最初のステージもプレイできるみたいで、しっぱりボスラッパー。うん、これ以上ちょっとオリマーさん喋るようであれば、そうね、ディマーラモールカットするか、次喋ったら。ウェーブ、うん、バオ。うわぁ、すっげえ、あれこんな世界観やったっけ、ピクミンって。もっとなんか核戦争で人類が滅んで荒廃した世界みたいな設定じゃなかった。そう、人工物がまあお宝としてなんか地面に埋まってたりとか、放射能で生物がイカれてたりって。こんな綺麗な建物あったっけか。このエリアはこれまでと何かが違うな。うん、左のやつウイルスピクミンちゃう。出てきた、かわいい。これちょっと集合体恐怖症しんどいかもな。ええー、ねん、でもピクミンたちが可愛いねん。何喋ってるか分からへんねんやけど、可愛い。ニェニェニェ言うねんね。あ、こんな自由勝手に動き回る子たちやったっけ。オリマーについてくるよね。多分20年も冒険してて、多分舐められてるんでしょうね。気の毒に。まいったな、ピクミンたちの様子もおかしいようだ。左のやつもおかしいぞ。ひとまず彼らを呼び集めながら宇宙船パーツを探すことにしよう。かしこまりました。ワンワン、犬ってこと。でもな、葉っぱ生えてるわ。え、これもう操作できんの、このウイルスピクミン。え、もうこのウイルスピクミン動かせんやけど。うわ、始まってしもうた。え、何、もうピクミンじゃいらない子じゃないの。確かここに、はあ、よし、あれを壊してみよう。もうピクミンいらへんや。ジャンプすると力を貯めれるから、はい、 X したまま狙いをつけて力がいっぱいになったら突進だ。え、そんなことができてしまうの。 X ってどうや。あ、このボタンか。ピクミンなし芝居に変える。なし芝居でいいんじゃん、こいつがずっといるんであれば。やはりここに隠れていたか。 B の、あ、そう、笛で集めれるんよな。うるさいね、かわいらしい。ひっつくんやけど。ピクミンたち一体どうしたのだろう。うん、ここまでの状況を公開日誌まとめておくか。ええ、後で書きます、めんどくさいんで。いや、先送りはよくないな、忘れないうち。なんやねん、じゃあなんで聞いてん。さて、宇宙船パーツ探しの続きだ。ピクミンを見つけたら一緒に連れていくとしよう。裏切りピクミンたちを集めてお説教すればいいってことね。これさ、新種のピクミンもいるんちゃうの。探そうぜ。俺はね、ちょっと3をしないからあれなんやけど、6匹しか知らへんのよな。
あれいいのかな、チャッピーピクミン。チャッピクミン俺めっちゃ好きなんやけど。噂によるとね、なんか殺人ピクミンとか、テロピクミンとか、ナパームピクミンとかいるらしいよ。何しろ彼らは。何こんな勝手なことしてんの遊んでいるのか。これなんで集めればいいんやろ。あ、俺も乗れんの。あ、乗れた。うわ、すっごい。てかちっちゃいな、オリマーって。これもう多分人間はいないんでしょ、この世界には。っていう設定やと思うけどな。そう、結構任天堂にしてはね、ダーティーな世界観なんだよ。そう。放射能で汚染されてるから、こういうマスクも必要やし、みたいな。よし、この匂いを辿っていくとしよう。すっごい多機能だね。しかもこれ多分能力の一つに過ぎないよ。ねえ、ウイルスピクミンやが多分毒もあるでしょ。このパルファムについていくと、宇宙船のパーツがあるんやって。ドーン！すげえ。うわっ！いや、もうボスやん。待て、原石、いや、これ違います。チンチンです。どこにもパーツが見当たらないが、まさかあいつが飲み込んでいるのか。うわぁ、これ大丈夫？俺心汚れてんのかな？トゲトゲの祈祷にしか見えへんねやけど。いつでも突進できるよう。長押し、ためながら、あいつの周りを動き回って隙を伺うとしよう。え？ちなみにこれ負けたらもう終わりやからね。瀬戸大丈夫？これ。あ、これダメなんや。あ、なるほどね。これトゲトゲ飛ばしたらなくなるから、そこに突進しようってこと？いや、ほら、IQ 低いと無理ですやん。これもいけんのか、低学歴の。すげえ。勝手に乗り移ったんやけど。OK。祈祷ピクミン倒しました。うわぁ、なんて卑猥なんでしょう。あ、出てきたよ。ん？これは宇宙無線じゃないか。見つけたぞ。このパーツさえあれば助けを呼ぶことができる。はぁ、あ。なるほどね。私を救助するため彼らは星へと向かった。で、私は多分彼らを操作するんでしょうね、今から。うん。だが。あ？救助に訪れた彼らもまた遭難してしまった。何してんだ？ん？いわゆる二重遭難だよ。ホーリーマンを助けようとして、そいつはもう遭難してしまったんやって。もはや私の命運は尽きだと思われたが。本部にはまだ一人新人隊員の君が残っていたのだ。あいつだじゃなくて操作するのは。そう。君が最後の希望なのである。で、俺が生まれたってわけな。おい、キャラメイクあんのか。これピクミン5の発売間に合うかな。おい、3年かかるぞキャラメイク。ちょ、舐められちゃあかへんでしょ。ねえ、原生生物よりちょっとヤバいの作るわ。一見普通やと思うでしょ。こういうタイプが一番ヤバいからね。無表情で何でも口に入れるから。好きな食べ物はピクミンと人間とスーパーチャットです。ああ、来ちゃった。もう滅んじゃうよね、この島は。もうおしまいなんやから、俺が来たら。どうすんの、ピクミンなし縛りす。とりあえずタンパク質なんかもういるやんか。あれ食べて筋肉に変えていこうぜ、全部。ん？はって、えっ、やったん。あー、かわいらしい。ヨークシャテリアか。小さめやな。はい。名前つける？パウエル、オッチン。ニンテンドーさんあれやね、今回多めやな。これあれでしょ、どっかの方言で、あれやんね、男性のって意味でしょ。救助犬や、ちょっと尺位が止まらないんですけども。さあ、オッチンと合流した。6人の隊員一体どこにいるのだろう。うーん、こんな感じで集めていくんかな、仲間を。オッチンどうしたん？へぇ、オッチン引っ張れんの？あ、ご飯じゃん。あれ、夜ご飯にしよっか。要救助者を発見。生きてんのかな？まあ、新鮮な状態で食べたいよね、食べるなら。ちょっとタンパク質にしましょうか、我々のね。オッチン、晩ご飯にしよう。オッチン、出てやんの？ん？オッチンに指示。すげえ。え、ピクミンは？ところで。え、これね、オッチン？今回のタイトル。ピクミン4勝ったはずなんやけど。オッチン1じゃん。オッチンじゃん、全部解決していくの。オッチン、これ何？食べろ、食べろ、食べろ、いてまい、いてまい。
半分後な。喋ったら殺す。喋んなよ。どうせ話長いんやから。喋ったらもう食べます、一言でも。あれ、おっちん。にゃん。あ、喉壊れてま。やった、僕の救命信号が届いたんだ。僕がおっちんと協力して、僕を助けてくれたんですね。おっちんが隊長以外の言うことを聞くなんて、ちょっとびっくりです。おっと、申し遅れました。私はユリ、レスキュー隊のオペレーターです。だって、ちょっとこれ以上話すようであればね、じゃパクーと言ってしまいましょうか。はれー。きた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 。日だまりの庭。やっと始まるんじゃの冒険が。うわ、これ長かったな、チュートリアルな。30分くらいあったんじゃ。紆余曲折ございました。おそらくこの辺りはカットするんちゃうかな。ね、気になる方は、ぜひ自分で購入していただいて、もう自分の目で見てください。ちょっと私は関西出身なんでね、もうせっかちなんで、もう早く戦いたくてしゃあない。行きましょう冒険。あら、まあなんてのどかなんでしょう。どうするでも目の前にダマグモキャノンいたら。あら、チャッピーじゃない、あれちっちゃい、かわいいのね。あれヒュースケさんちゃう、火吐くやつ。フィオミアでしょ。もういます。さあやってまいりました、争いを求めて。ダマグモキャノンいんなよ。うーわー、あーチャッピーいますね、かわいらしい。あら、もういいのにね、ちょっと優しくしたらずっと話しかけてきよる。はい、わかってますやん。救助者を助けるんでしょ。あ、で時間制限もありますと。夜になれば帰ればいいんでしょ。かしこまりました。はい、まあ、ありがとうございます、丁寧に。あー、かわいい、いっぱいできた。これ視聴者ピクミンね、無垢の視聴者たちですね。メンバーにも入ってないですし、スーパーチャットもくれたことございません。うん、ねえ、あまり特徴もございません。ほら、これ何ですか、ドラッグですか。要はこれ資材ってことね。視聴者ピクミン火に強い。これすぐ炎上させてくるからね。そう、扱いには要注意なの。視聴者ピクミンたちは火に強いのよ。そう、誰かが炎上してるとこムラムラムラってこれ集まってきよるから、バーって。ほら、すぐ集まってきよる。そう、火が大好きやねん。もう炎上してたらすぐ来るから、 SNS とかで。ほんま怖いわ。やばい、クズピクミンいる。これ視聴者ピクミン1匹でも死んだらもう終わりやから。これオッチ逃がせるのどう。縛りの対象外なんで、別にオッチ死んでも構わないんでね。オッチ強ない。あ、でも体力あるんだ。お前1匹で解決するじゃん、オッチ。おい、タイトルやばい、これオッチ1にした方がええって。ちょっと視聴者ピクミンお手並み拝見といきますか。やるじゃん、束になった。こういう高いね。で、ベルリンの壁も破壊できますと。ねえ、人の心の壁もね、簡単に破壊できるもんね、群れればね。いや、こんなこと言ってるけど、でも愛着湧いてきたね。ちょ、縛りの内容書いてもいいかもね。そう、これ視聴者ピクミン1匹死ぬごとに、視聴者1人バンしていくのもありやしね。全滅したらもうチャンネル畳んだらええしな。どうしたん？あ？オッチ。あ、あるやん、これ何？ん？お、入り口じゃ、なんかの土管だ、洞窟なんやって。おい、嫌な予感プンプンすんぞ。ダマグモキャノンいいひんやろな。あ、ウチムシいる。あ、視聴者ピクミンといい勝負すんじゃ。よし、オッチン、そこに遭難者がいるんやって。はあ、こんなとこにいんの。大丈夫この人、何もしこへんよね。でもこういうのも油断者やられるからね。ちょっと待って、あ、奥にいるのなんや、あれ見ていいやつか。え、あれ俺の知らへん、あれちゃう、パク見んちゃう。え、あれどっちいいもん、どっち助けたらええの。じゃあ、ひろすけさんも助けてあげたんやけど、これ何、ドライアイスピクミンかな。え、ひろすけさん助かも。あ、これまずいんちゃう、まずいんちゃう、早く出せ。ご視聴ありがとうございました。オッチ1、いかがでしたでしょうか。本当にね、面白い。これ生きてるってこと？これ生きてんのかな。ちょっと待って、お前らも気になるんやけど。ヒョウピクミン。ねえ、猫がかわいい。これ新しいやつ ?3 にいた？これもピクミンなんでしょうか。わからへん。これ何や。氷ピクミン。氷ピクミンだ。ピクミンは植物に近い生き物かと思っていたが。
まさか氷のような種類もいるとは。氷ピグミンはそのキンキンに冷えた体で水場や原生生物を凍らせるだけでなく、氷のように水に浮くこともできるのだ。ただし頭に水がかかるのは苦手なようだ。青ピグミンもいいひんや。いらへんってこと？てかもういいひんってことか？てかそんなことより、視聴者ピグミン、あ、生きててよかった。よかった。即死じゃないんだ。あの状態でなんか攻撃されたらパリン割れんやろうな。危なー。これ生きてるよな、全員な。おお、やば、瞬間凍結じゃん。強、上位種じゃん。おお、名付けた。メンバーシップピグミン。このヒョウピクミンたちは、ほらもう違うもん、お金払ってるから、ほら強すぎる。バカ、とんでもねえ。おい、調教やからね、体罰じゃないからね。あ、バカだ、ごめんって。水で冷やしたら氷ピクミンになると思うやん。おうちも入っといて。あ、ほんまに叩かれる。やめとこ。あー、やめてよ、起きちゃうじゃん。大クズピクミと対峙しようとしてんねやから。なんでこんな時に電話をかけてくるの、あなたは。あ、録音が外れやすいね。うん、狙いをつける心得ね。はいはい、ありがとうね。もう本当に丁寧にありがとうございます。そんなことできんねんで、みんなしてた？これしてました？これ常識ですよね。あったっけこんな機能。結構でも体力少なそうやったな、今のムービーの感じ。行くぞ、一気に畳みかける。行けで、凍るんやろ、凍れ凍れ、よし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 、なんぼのもんじゃ。おお、強いよマジで、メンバーシップピクミン。もう何、もう危ない、くすいちゃうのこれ。大丈夫このゼラチン、誰も取れへんけど。おい、だって、お前が飲むの。ん？赤いエキスはカバン、あ、アイテムでしょうか。あったね、激辛スプレー。確かスピードが上がるんやったっけな、火力も上がるよねこれね。あの、単刀直入に言うと、動画の収録失敗してました。2時間ぐらいずっと喋ってたんですけどね。でも幸いなことにね、ボスとか中ボス、あと強い敵もおらず、まあ結果良かったんじゃないかなと。で、花吹雪の楽園、これ解放されちゃったんで、もうこっち行きましょう。ねえ。さすがに2ステージ目になるんで、そこそこ強い敵が出てくるんじゃないですか。ここでハードコアやりましょうよ。ちなみに今まだ1匹も死んでないです。これとか見れるんかな？じゃあ後でちょっと確認してみようか。おい、早速ヤバそうないるやんけ。頭2つある。どうどうじゃ、ヘビガラスや。じゃない？なんか、2個あるやつやんな。地面がパーン飛び出して、なんか、うん、って飛びてくるやつ。あいつめっちゃ強いよね。何回か俺多分全滅してるぜ。うわ、いんのかな？子供いるってことは親玉もいるよな。急に地面が入ってくんのよ。おい、要注意やぞ。さあ、ピグミンね、結構種類増えてます。まあ、10匹ずつ連れていきましょうか。あ？ 3 色前しか連れてけへんの？やった、どうしよう。青はいいかな。オッケー、ちょっと周り見てみましょうか。どんな原生、あー、早速いますね。うわ、赤ちゃんよね、多分ヘビガラスの。そうじゃない、違うかな。結構やばいか今、多分こう近かったら一匹でパソコンでつままれてたね。おお、びっくりした、おお、びっくりした、おお、びっくりした。おお、これ誰も食べてないやろうな。おい、なんやねんあいつ、クズじゃん普通に、ただの。うわ、起床終わっとんなお前。はあ、むちゃくちゃするわそんな。殺してやるぜマジで。どうやったら出てくんの、お前で、お前それもう。やば、殺せ。こいつ、おい、こんなやつがはびこってんやったら俺もう無理やぞ、やめるぞ。これもちゃん、な、天下みたいな、 お前ら好きな天下でしょ。うわ、もう怖いわこのゲーム。天下や、
ちの子まっちあ、よかった埋めるだけや。お前おったな。20年ぶりこんじゃすビビるやもう。それやめなって。これなんか叩きつけて地面埋めるだけのやつ、ナッツビビった。どうしよう、あれ叩きつけられてた。お前、お前、ありがとうございました。もうありがとうございます。もう終わりなんで、お前出てきたな。お、なんて言うのこいつ、大クズ鼻ガエル。お前終わっとんな。こいつを前にしてみんな俺のことクズってよく言えるね。こいつが本当のクズよ。これ結構危なかったか。一回離れよう。もう何してくるか分からへん。こいつの生態を俺はよく知らない。これしたらベロンって食べてくるだけ。息食われるよね。逃げたと思わせてのバーンよ。あー、これ2回目の氷は待って、まずい、危ない。2回目は凍りにくいんやわ、おそらく。オッケーオッケー、オッチーが強すぎるな。とにかくな、やっべ、やーべ、どうしたん、話聞こうか。俺のピクミン2000匹食ってやつや、あれ。見んかったことにしよう。話聞こうか。あー、ジンバ一体、神風アターク。うん、ごめん、忘れてた。俺が分かった。せやねん、せやねん、ごいごい、みんな一番あかんやつな。そうそう、こういうのをやっとかないとね、たまにはね。そう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 、うまいだけやったらありやんか。顔にしかダメージ判定ないね。あ、これ氷も届かへんでしょ。そうそう、キード使うしかないね。思い出した、思い出してきた。ええー、やええー、やそうこんとな。ポポポしてろって。もうこれもう攻撃しすぎない。うんうん、無理無理普通に。おい、あいつなんか怪しないか。あれあれじゃない、みんな好きなミーティーじゃない。よう見たあれやな、ハイダショウゴの書いたスプーンに似てんな。あれ、何？いいもんかこいつ。ちょ、攻撃してみる。うん、ちょっと一回離れようかみんな。うん、これ多分パワー系のハイダショウゴやわ。離れた方がええわ。こういうタイプ一番やばいからね。そう、なんか頭もパカン割れてるしな。よう見てみ、タトゥー入っていいんで。ハイダショウゴかスプーかミーティーか分かれへんけど、左右対称じゃないな。あ、だからパッカン割れてな。いや、あれどうしよっか。なんか俺アイデア持ってたか。あ、テロする爆弾で。ちょっとあれ近づきたくないな。こういうタイプが一番怖いからね。あ、もうやめだ、揺れるわ。ごめんよ、ミンティ。おっち、ダメだ。あ、グロテスクな、多いな。いないで、これも放射能の影響でしょうか。あら、かわいそうに。さあ、ここは秘密の壺に。うわ、絶対ボスだあれ。じゃあワンのダスボスちゃう。あ、何やったっけ、代用デミモダイだったっけ。近づいたらパカーンってくるやつやんな。行こうぜ。さあ、長い旅路を終えてやってまいりました、ファイナルフロア。強者の匂いがブンブンすんぞ。これいるんではないか。ダマグモキャノンがドドンで見てみましょう。絶対ボス、100ボス。ボスじゃなかったら普通 YouTube に俺をヌードあげるわ。 100% ボスです。おい、どうしよう、ダマグモキャノンかな。いや、やったら俺過去の因縁晴らせんねやけどな。俺のピクミンを4000匹撃ち殺したやつがいんのよ。そいつもあんな感じ隠れてなかったか。いや、地面からパカーン出てくるやつかな。わ、見当もつかんわ。あれ、なんや、なんかアイテム持ってる。アイス爆弾。これ使ってみる。多分近づいたら出てくるってことは、投げても多分出てくるでしょ。これを餌にして、まず一発どでかいの入れようぜ。いけんのかな。いきます。さあ、思ってたの全然違う。ん？なんやこいつ、なんて卑猥。ごめん、普通に精神言うけど。ねじくん分からへんぞ。こういう軟体生物が一番やばいから。一回目の集まおう、一回目の集まおう。
これ、あれ、これ既存のモンスターですか？こんなんいました？おー、やべちゃん、もうすっごい飲まれた終わるやつ？あのゼラチンに、あ、これ尻尾とか引っ張んちゃうの？え、尻尾引っ張るってなんか昔したな。で、これしたらと、尻尾がちょっとはみ出るんよ。引っ張ってやばいいんちゃう？青尾君で。待って、これなんか受精してない？青尾君、ちょっと引っ張ってあげて。多分溺れへんけど、青尾君今。よし、行け、畳みかけろ。ようわからへんけど、ギガラスプレーも使って、よしよし、で、落ち落としして、なんとか行け、行っても攻撃こそ最大やからね。え、僕勝ったよね、勝ったよね。あ、勝ったわ、勝ったわ、勝った。よし、運んで。誰も死んでないよな。ちょっと待って、確認しますわ。誰も死んでないはず、調査状況。死んだ数ゼロ。ボスをしても俺を倒すことはできないのか。ああ、違うやろ違うわ。もうちょ、千代ちゃん、ダメじゃん。勝手にキーボードの上乗っちゃう。何をしてるの。おじょ、今のはなしでいい、普通に。もう編集でごめん、なしにしとくわ、今のは。ごめんね、ちょ、今のはなしにしとくわ、さすがにな。おかしいよな、今のは、ほんまに。みんなも、そうやと思う。一緒のこと思ってる、俺も。おかしいもん、今のは絶対。変やったもん、なんか。任天堂にも言っとくわ、後で電話するわ。今おかしいですよ、言うて。おかしかったもん、明らか。今のなし。もう関係ないからね。もうこうなってしまえば。もうごめん、やけになってます。はっきり言うけど。ね。もう今から普通に男女潜るからね。もう帰る時間やけど。もう関係あるかも、こな。行ってまえ。え、これ、クマチャッピー？かかってこいって感じ。さあ、次は、これあれやな。多分どんどん強くなっていく感じやな。え、ガングロのブツブツチャッピーいるじゃん。あれなんや。ゴキブリビグインが？え、もう関わる方がええやつやな、あれな。いや、あっちにもいる。ゴキブリビグインや、あれ。これ壊せんのか？あれ何あれ。じゃ、続いておいで。いや、俺の死だへん、パクミンがいる。何もあっとんねやけど。あ、こいつ新種系？うわ、黒曜石ピクミンじゃん。岩ピクミン。かわいい、何こいつ。あれ？これ、もどきじゃないの？ピクミンもどき。岩ピグミン、ゴツゴツした黒い岩のような岩ピグミンだ。その硬い体は頭突きでガラスの壁を砕き、踏まれても平気で針すら突き刺さらない。しかしそれほど硬い岩ピグミンであっても、原生生物にはバリバリと食べられてしまったり、硬い地面の上では潰されてしまうのだ。へえ。じゃあめっちゃ強いんじゃないの？火に耐性とかもあんのかな。何こいつ。上級国民メンバーシップアタック。あ、強いんではないか。あれやな、ひっつかへんけど砲弾みたいにバチコーンってぶつかるんか。さあ、フロア3階までやってきました。あいつとか懐かしい。え、これでもまだファイナルフロアじゃないぜ。え、クイーンチャッピーですよね。うん、知り合いやったわ。昔よく DV しねん。そう、殴ったらいい音なのかな。これね、顔を攻撃するよ。ケツの方がいいよね、食べられるから。これ突撃しちゃったらいいんちゃう？パーン言うて。これ確かでも、産むよね。産まんけ。産む答えもいいよな。じゃあ、早めに殺そうか。爆弾使います。
これあの反復横跳びみたいに横しか移動できんからもう終わりよ。お前知ってみよ、お前の攻略方法。お前は20年何も進化しないな。何それ、新しく覚えた新技か。上手上手やるやん。あーかわいそうに、もう終わってまうわ。同情するお前に。終わりや、あと2人しかない。最後に言い残すことあるか。ああ、話でも聞こうか最後に。どうした、何があった。いや俺もよう分からへんかったけど、ピグミンが一匹自殺したな。引かれてなかったもんね。勝手に死におったな。ああ今のなしよね、今のなしよな。これなんか反対コメントするやつはもう悪い、今日全員バンします。まだ最後じゃないんだ。かなり長めのダンジョンですね。出たな、クマチャッピウス。あいつ一番やばいからね、チャッピーの中で。え、あれボスじゃないの？そう、なんか自分のテリトリー持たへんねん。一生歩いてんねん。化け物な、あいつ。俺、昔ピクミン多分8000匹ぐらい持って帰ったんよね。一回、うつ病なって言うからね、小学生の時。まずこの鳥巻きどもをどかそうぜ。いた！もうあいつ、あかん、パニックなってる。すぐパニックなるんやから。オッケー。これで、引き離して、ドッカンして、ええやん。で、また揺らすんだよな。今一人壊れた？大丈夫？大丈夫やな？オッケーオッケー。まだ胃袋には入ってなかった。ギーギーセーフ。オッケー、行くぞ。後ろから、突進！いけ！え？意外と弱い？か、氷とこの岩が強すぎるんかな？あれなんか昔すごいトラウマやったけどね。来てもうだぞ。無敗の男が。うわ、2ってことは2体なんじゃん。アホやない？あれボス？いいで帰るぞ。誰一人絶対死なせへんからね。マジでな。おい、生きてオフバコするぞ、全員で。やばいやつや、ワンのダスボスや。お前、普通に出てくんなって、ダンジョンで。そんな弾じゃないやろ。しかも2体いるし。おい、どないすんねん、ベロリンジュされるよね。いや、もう行ってもらう。もうスプレー使うけ。ドーン、かまして。あっか、なんか背中ダメみたい。おい、背中ダメみたいやわ。画面にいますわ。あー、やばい、怖い。怖い。ちょっと待って、ちょっと待って。行ってまー。あー、ぶどー。怖い、ワンパンじゃ。オッケー、まだまだこんなもんちゃうぞ。スプレー生きてる前に殺してまおうも。ああ、綺麗だわ。いや、生きる生きる生きる。そんなあれ、ひるほど強くないぞ。かなり弱体化されてるわ。ああ、押せ押せ。あかん、もう編集でごまかせるレベルを超えてる。ああ、もうモザイクかけても無理や。おい、半分持ってかね。半分ウゴが、まだごまかせる。やめてよ。一生懸命育ててきたのに、なんでそんなことするのよ。もうやだ、もうやだ。もう実家帰る。おい、実家帰る。俺もう、どうでもいい、もうどうでもいいよ。もう誰やねん、もうここ行けよ。殺せよ、殺せよ。Ha ha 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 ha
でしょ。